WBC&WBO&WBA&IBF 世界スーパーバンタム級王座統一戦井上尚也マーロン・タパレス。2023年12月26日有明アリーナ。26日にプロボクシング WBC&WBO 世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚也30イコール大橋と対戦する WBA&IBF 世界同級統一王者マーロン・タパレス。31フィリピン。 19日日に来日した羽田空港で取材に応じ、4団体王座統一戦で激突するモンスターに対して KO を決着を宣言。元世界6階級制覇王者で母国の英雄マニーパッキャをし、45から助言を受けたことも明かした。黒の帽子をかぶり、チェックのアウターにジーンズ姿。オーラを隠すような地味な装いで到着ゲートに現れたタパレスは、ワクワクしている。 日本に来られてとても嬉しい、と穏やかな表情で話した。しかし、四団体王座統一戦に話が及ぶと表情が一変。今回の試合を目指して頑張ってきた。勝つためにできることは全てやると目の色を変えた。師匠、パッキャオ氏からの助言を生かしだと、井上に燃える。同志が設立した MP プロモーションズに所属するタパレスは、 練習を始めた時からパッキャオさんの導きがあった、と告白。低い姿勢から左右の強打を繰り出すスタイルも酷似し、井上の所属事務の大橋秀行会長も、強い時のパッキャオに似ている、と英雄を引き合いに警戒。一方で助言の内容については、それはお答えできない、と不敵に笑った。井上について、とても頭のいい選手、と敬意を表しながらも、様々な戦略を練っている。 はっきりした勝ち方をしたい、と強気の慶応宣言も飛び出した。今年4月に前 WBA&IBF 世界スーパーバンタム級統一王者ムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタン、を2対1の判定で下し2本のベルトを獲得。以降は練習拠点のコメラスベガスで2ヶ月、母国フィリピンで1ヶ月のコーチトレーニングなどをこなし、約100ラウンドのスパーリングを消化したという。 勝てば同国選手初の4団体王座統一。これまで多くの番狂わせを起こしてきたことで、ナイトメア、悪夢の異名を持つ男は終始、不気味さを醸し出していた。